床派バイパス上空画像当時は、歩道のない4車線道路国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成床派バイパスは、山口県宇部市再起派吉田から同市再起派、今村南に至る道路である。かつて、国道190号は、宇部市東部の再起派地区の中心集落である、床派地区を通過していた。この区間は、 宇部市と山口市を結ぶ幹線道路として交通量が増大していた上に歩道のない2車線道路であったことや踏切を2度交差することから頻繁に交通渋滞が発生し交通安全上の問題も生じていた一方床廃棄を中心とした沿線地域では市街化が進展し言動の拡幅は困難であったことから宇部線の北側に既存市街地を迂回する形で バイパス道路が建設された。新設のバイパス道路区間は1967年に全線開通し、バイパス沿線にはロードサイド店舗が多く立地している。一方で、生活道路となった旧道沿線の市街地では、開通前と大きな変化は見られず、旧来の市街地がほぼ更新されることなく残存している。開通時は歩道のない四車線道路であったが、 両外側の車線を歩道に転用した際に2車線となった。なお、バイパス区間は全線が上市都市計画道路柳瀬丸川地線に指定されており、福音28メートルでの整備が予定されている。また、東バイパス移西は丸川地交差点までほぼ4車線以上で整備されている。この路線は一般的な道路地図において、 バイパス名が記載されていることは少ない。地元住民は床派バイパスあるいは単にバイパスと呼ぶ場合もある。ありがとうございます。